こんにちは、りょうです。えー、それではね、今日も元気よくお金の勉強をしていきたいと思います。今日のテーマはね、えー、大事な資産を守る。 人気ゴールド ETFGLD について解説ってことでね、えー、やっていきたいと思います。えー、僕のね、簡単なプロフィールです。こんな感じになってますんでね、興味ある方はまたね、見ていただければと思います。えー、質問いただきました。学長の動画を参考にしつつ、インデックス投資を始めてみました。現在は株式60%、債券40%で投資しています。最近ゴールドが気になり始めています。安全資産、有事の金などと呼ばれることもあり、大事な資産を株式市場の暴落から守ってくれそうな感じがあります。 ゴールドに投資する意味ってあると思いますか学長の意見を聞かせていただけると嬉しいですっていうね、えー、こういう質問をいただいたんで解説していきます。でね、えー、結論から言いたいんですけど、えー、僕自身はね、ゴールドへの投資をやっていません。で、主な理由はね、増えないからですね。で、株式と比べると成長性がね、非常に弱いんですね。で詳しくはこちらってことで過去にね、話してるんですね。金や純金への投資は必要かっていうこの動画で話してるんですね。ただその一方でね、 この資産防衛の手段としてゴールドを取り入れるっていうのはありなんですね。なんでこの辺を今日は詳しく解説していきたいかなと思います。でね、えー、解説いきたいんですけど、ゴールドの特徴ですね。まずね、えー、金ですね。えー、金、ゴールドって今までにね、どれぐらい発掘されたかって皆さん知ってますかね えー、紀元前約5000年頃にね、ナイル川のほとりで砂金として発見されてからね、えー、現在までに約20万トンと、プールにしたら約4杯分の、えー、が発掘されているそうですねで。地球に残された推定埋蔵量っていうのが約5万トンから6万トンと、えー、いうことで、今のペースで採掘を進めると、15年から20年ぐらいで枯渇するって言われてるんですね。 つまり極めて希少価値の高い貴金属っていう、えー、そういうことになってきます。これがまあ金ですね。で、このゴールドの特徴なんですけども、この3つと、えー、まず価値がゼロにならないっていことですね、えー。株式は会社が潰れてしまえば紙切れになるし、債券もね、発行体が潰れてしまえば紙切れになるし、えー、国とか会社とかが潰れてしまったらね、ね紙切れになっちゃうし、紙幣もね、 国が破綻してししててままえば紙切れになってしまうと例えばね、ベネズエラではハイパーインフレが起きてて、トイレットペーパー一つ買うために紙幣をね、えー、お札を26センチの高さまで積む必要があるそうですね。もうお金の価値が減りまくってると。ね、トイレットペーパー一個買うために紙幣を26センチまで高さまで積む必要があるってことなんで、もうね、紙幣でお尻拭けばええやんっていうね、お札でお尻拭いた方が早いやんって思うんですけど、えー、そのぐらいね、お金の価値が減ってしまってると。 で、株とか債権とか紙幣とどれも価値がゼロになるリスクがあるんですね。一方で、このゴールドみたいな実物資産っていうのは無価値にならないんですね。なんで価値がゼロにならないっていうのが一つ目のね、えー、大きな特徴ですね。それから二つ目が有事に強いと。有事っていうのは戦争とか紛争とか経済危機とかのね、大きな、えー、トラブルのことですね。 例えば、1980年前後っていうのは有事が重なってね、ゴールドの価格っていうのが短期間で4倍になったんですね。どんなことがあったかっていうと、イラン革命とかね、1979年にパーレビ国王が反体制派組織にね、えー、追放された事件なんですけど、それとか第二次オイルショックとかね、えー、中東産油国と欧米先進国との間の石油価格をめぐる対立とか、あとアフガニスタン侵攻とかね、えー、東西冷戦下で旧ソビエト連邦がアフガニスタンに侵攻したんですね、そういうことがあったりとか、 ここういったととが起きるとね世界のお金っていうのは有事の金つまりゴールドに集まるともし今宇宙人が攻めてきたとしたら多分ねゴールドの価格っていうのがもう爆上げしますっていうね何かそういうね不測の事態が起きた時に、えー、ゴールドっていうのは買われる傾向があるんですね。 で、2000年代に入ってからは、2001年のね、全米同時多発テロとか、2008年のリーマンショックとか、2009年のギリシャ危機、えー、とかね、えー、そういったものを経てね、えー、ゴールドは2011年に史上最高値をつけたんですね。えー、それ以降はおとなしい相場が続いてると。で、この動画を収録している時点では、新型コロナウイルスによる肺炎ね、えー、すごくニュースでやってますけど、これが中国で猛威を振るってて、世界中の株価が下落する中で、ゴールドは値を上げてるんですね。なんで、戦争とか紛争とか、 経済危機ってていいた、まあ、不足の事態に対して、えー、ゴールドは強いと、えー、そういういことになってきますそれから3つ目がインフレに強いと、えー、2020年現在先進国はね金融緩和で紙幣をすりまくってるんですねお札をお金をすりまくってると世の中希少価値のあるものに高値がつくんですねで無限に紙幣をすりまくってるんだから紙幣の価値っていうのはだんだんと下がっていくわけですね昔100円で買えてたものが今200円払わないと買えなくなってるこれがインフレなわけですねたくさんこういったものって周りにある あると思うんですねでこのゴールドっていうのは流通量が限られている希少な貴金属なんですね。 紙幣のの価価値値がががが下下がればるるほど相対的にゴールドの価値は上がるとで日本政府はインフレ率2%を目標にして経済政策をやってるんで運用しなければお金を運用しなければ銀行口座のお金は毎年2%価値を失っているのと変わらないわけですねお金持ちがね大っ嫌いなのがインフレなんですよ1万円の預金がインフレでね2%のインフレで9800円になる実質ね、えー、数字的には1万円のままなんだけど物の価値が上がるからって意味ですけど1万円の 預金がインフレで9800円になるっていうのは我慢できるかもしれないですけど、1億円の預金がね、インフレによって9800万円になるのはもう我慢ならないっていね、銀行口座に入れてお金ほったらかしにしているだけ、寝てるだけでお金が減っていくみたいな状況になってしまうんで、インフレってね。なんで、貯めたお金を守りたいのであれば、紙幣のままで置いておくっていうのは、えー、いまいちなわけですね。今、インフレの傾向にね、えー、だんだんね、いってますから。 えこれがまあゴールドの特徴と。じゃあゴールドへの投資ね。ちょっと興味あるんだけど、ゴールドへの投資ってどうしたらいいのかってことなんですけど、資産防衛として機能があるゴールドですね。えー、投資方法は4つあるんだよと。えー、1つ目が金地金と。えー、金の延べ棒ですね。えー、こんな感じのやつですね。えー、海賊船の宝箱に入っているようなね、そんなやつをイメージしてもらえたらいいんじゃないかなと思います。金地金。それから地金型金貨ですね。 えー、結構いろいろ種類あるんですけど、これはね、えー、コイン投資とか言ってやってる方もいると思うんですけど、えー、ウィーン金貨とかね、えー、メイプルリーフ金貨ですね、えー、他にもカンガルー金貨ね、オーストラリアとかですけど、メイプルリーフとかはカナダですね、えー、そういった金貨、えー、とかもあるんですね、こういったものに投資すると。 それから純金積み立てですね。CM とかでやってますよね。純金積み立て、コツコツみたいな感じでやってますけど、月々数千円から積み立てていって、えー、売却して換金したりとか、えー、地銀としてね、引き出したりとか、あ他にも、えー、金貨とか、えー、ジュエリーなどに交換したりできるということになってきますね。で、この1番から3番の弱点っていうのは、えー、売買コスト、保管コストなどがかさむことなんですね。えー、最後に、えー、じゃあどうすればいいのかと、4つ目のね、えー、ゴールド ETF っていうのを紹介したいんですね。一番お手 金投資っってていいううのののははここれでで etf っていうのはファンドのことですねお弁当の詰め合わせパックだよとか言ってよく話してますけどね。で、ゴールド ETF の運用成果っていうのは、金価格の動きに連動するようになってるんですね。で、世界で一番有名な金 ETF は、スパイダーゴールドシェアっていうね、通称これが GLD って言ってね、一番最初に紹介してたものですけど、まあこれが一番金の ETF の中で有名なんですね。金のファンド。で、純資産はえ約5兆円と。 それから、えー、現物ゴールドの裏付けがあるファンドで、えー、世界中の大口投資家ね、機関投資家とか年金基金、どっかの国の年金基金とかヘッジファンドとかが、えー、ここにもね、投資してるんですね、えー。その上で経費率、ファンドの運用コストですね、手間賃というかね、えー、管理手数料ですけど、は0.4%ってことでね、えー、非常に良心的と、ね。2004年から2020年現在までの、えー、チャートはね、こんな感じになってるんだよと。えー、2004年に1万ドル、まあ、100万円ぐらいと思ってもらったらいいんですけど、 2004年に100万円を投資してたら、2011年にね、400万円ぐらいになったよと、ここがピークになるんですけど、2020年現在は約3万3000ドルと、まあ、ートにもよるんですけど、さっきの換算で言うと330万円ぐらいですかね、実際もうちょっとあると思いますけどね。で一番いい都市の成績は プラス30.45%で、一番悪い年の成績はマイナス28.33%と。まあ、15年間の利回りは年間にすると8.2%とで。このチャート見てね、えー、皆さんね、どう思います意外に値動きが激しいんですよね。えー、ゴールドは安全のための有事のはずなのに、なんか30%上がったりに30、30%落ちたりとかって意外に値動きが激しいと。で国際金価格っていうのはドル建てなんですね。なんで、ゴールドに投資すると、為替にも大きく影響されるんですよ。ドルで 積み立ててるってことになるんでね、ね、えー、なんで、えー、ゴールドに投資するということは為替にも大きく影響されるんだよと。で、ゴールドはね、えー、ドル建てなんですね。なんでドルだ、ゴールドをドル建てしたね、えー、積み立ての値動きプラス、えー、為替の値動きで割と激しく値動きするということで、ゴールドが優しくて穏やかな値動きをするって思ったら、これは勘違いなんで、えー、ゴールドに投資するということは、えー、ドル建てで投資してるんだよというふうに思ってもらえたらいいと思います。で、えー、最後にね、ゴールド価格のピークである 2011年頃にね、ジャンピング高値掴みね、ジャンピングキャッチーなんて株式投資の世界でよく言われますけど、もししてしまった場合、えー、他の投資とどれだけ差がついてしまったかっていうのを比べると、えー、この図になるんですね。こんな感じと、えー。緑色が米国株式、アメリカの株式ですね。で赤色がアメリカの不動産と。で黄色がアメリカの債券。 で、青色がゴールドってことでね。で、10年弱の間に、えー、株は3倍、不動産は2.3倍、債券は1.3倍、ゴールドはもうほぼ横ばいで変わらずっていったところと。で、これだけ聞くとね、なんやってゴールドって全然赤いやんって感じる人がいるかもしれないんですけど、えー、チャートっていうのはね、いつからいつを切り取るかっていうことによって見え方が全然違うんですね。だからこれももっと長い、えー、切り取りの期間にすればね、期間を変えればまた違った景色が見えてくるよと。えー、だから チャートっていうのは、いつからいつを切り取るかっていうのは見え方が全然違うっていうね。50年間の間ですごく右肩上がりの10年間があったとして、その10年間だけ切り取ったら右肩上がりに見えるし、50年間とかで切り取った場合、実は全然値段変わってなく見えるとかね。えー、そういったことってのあるんで、いつからいつを切り取るかっていうのは、こういうのはね、えー、本当に期間を変えることで見え方が全然違うんで注意しましょうと。それから、他の資産と別な値、ね、動きをしているっていうことは、分散投資として価値があるっていうね、そういう意味もあるんだよと。この2点はね、押さえておいて 欲しいいなと思います2004年スタートのチャートであれば、えー、ゴールドのねね年利は8.2%ったわけです、ねえー、株が値上がりしているのにゴールドが下がっている時期があるってことは逆に言えば株が値下がりしている時にゴールドが値上がりする時期もあるんだよってことなんでこういったことをねトータルで考えるってことが大切でね、えー、じゃあもうゴールドはダメだと株だけやっときゃいいんだっていうとこれもちょっとね違うかなと。 いうことですね。その人の目的にもよるということですけどね、えー。で、まとめに行きたいんですけど、ゴールドはね、歴史のある資産だよと。目的によっては資産の一部を投資するのもありということになりますね。ゴールドの主なとこ特徴は次の3つだよと、えー。まず価値がゼロにならない。それから有事の際に強いと。それからインフレに強いと。で、ゴールドへの投資法としては次の4つと。えー、金地金か地金型金貨か,か純金積立か、金 ETF。この4つになるんだよと。 で、金の延べ棒とか金貨とかっていうのは取引コストとか保管コストっていうのが高くつくんですね。なんで一番手っ取り早く安心して投資できるのはこの金の ETF なんだよと。で、世界第3位の資産運用会社ね、ステートストリートが運用する GLD っていう金 ETF がおすすめだよと。え、時価総額が約5兆円ぐらいね、ある巨大ファンドで金の裏付けがある ETF なんですね。で、運用コストは0.4%ぐらいと。で、主な投資リスクはドル建てになるから、ドル建ての金価格の価格変動 リリススククとと為替リスクだよとで年間に30%値動きすることもあるんで結構値動きは激しいよということを覚えておいてくださいと。でゴールドはね世界中の投資家が分散投資の一角として投資する歴史ある資産なわけですね。えー、ポートフォリオの分散効果を高めるために資産の5%から10%ぐらいを投資しておくっていうのは、えー、ありだと思います。 ただ、えー、一方でね、僕は金に投資してないって言いましたけど、一方で自分はまだ資産を守るっていうフェーズじゃないってね、思う人だとまだまだ自分は若いし、まだまだ、えー、現役で働いてね、仕事のお金も入ってくるし、別に資産を守る時期じゃなくって、資産を増やしていく、資産形成をしていく時期なんだって思う人は、やっぱりね、株式への投資割合を高めておくといいかなと、ということでね、えー、このチャンネルのおすすめファンドとか証券会社とかが、この動画の概要欄に貼っておきますんでね、えー、参考にしてほしいと思います、えー。何度も言ってますけどね、銀行 行とか大手証券会社の窓口に行く必要は一切ないんですよ投資をしようとか、お金を増やそうと思ったときに、えー、銀行とか大手証券会社の窓口とかね、えー、そういったところに行くのは、えー、間違いなんですよ。この投資商品っていうのはね、人の手から、ね、買ってたら、えー、幸せになれないんですよ。ネット証券だけで、えー、世界最高レベルの有料ファンドに投資できる時代と、ネット証券だから全ていい商品ということではないんですけど、大手の銀行の窓口とかそういったところに行っても、正解の商品が何一つないんですよ。 ゴミばっかり並んでるということでね、ゴミの中からいくら何を探しても、どんだけ頑張っても、ゴミしかないから、ゴミしか見つからないんですよ。なんで、えー、唯一の、えー、投資商品の正解はね、えー、の入り口は、このネット証券にあるよということなんで、えー、ネット証券でね、えー、やりましょうと投資は。えー、しっかりお金を貯めて、賢く運用していきましょうということでね、えー、以上参考になったら嬉しいです。えー、動画がいいなと思ったら人に紹介してもらえたりとかね、いいねとかチャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、リビダイユルコミュニティ、無料でやってますんで、えー、株式投資チャットであって えー、もうちょっとこの辺分かんなくて詳しく聞きたいなって方はね、初心者でも、えー、仲間と一緒に投資についての知識をつけていけると思いますんで、えー、発言しなくてもね、読んでるだけでも参考になると思いますので、ぜひね、有効活用してもらえたらと思います、えー。もっと早く知りたかったとかいう方もいらっしゃると思うんですけど、えー、今日が一番若い日ですから、えー、今日からしっかり学んでね、いい人生にしていきましょう。ということでね、今日は終わりたいと思います。えー、今日もありがとうございました